はい、皆さんこんにちは。手が汚いですね。まあ久々にシマドバミックスの箱を確認したいと思います。今日はね、いじりながらちょっとドバミミズがなんで全滅してしまったかっていうのを少し、考えたのでお話ししようと思います。まあこの前までの話だと、死んでしまった直接的な原因が乾燥だったのか、気温だったのかちょっとよくわかんないと思ってましたけど、結論から言うと、どっちもありえるなっていう感じですね。元も子もないですけど。で、気温っていうのはね、もう皆さんご存知と思うんですけど、ドバミミズはそもそも寒さにも暑さにも弱いので、飼育というかこう増やしたりするのも結構大変なんですけど、冬はね基本的に超えられないんですよ。基本的にですけどね、卵によってこう世代を受け継いでいくっていう感じなのがドバミミズの基本ですね。なんで日中は室内で飼ってて、温度高いかもしれないですけど、やっぱり夜のね冷え込み、またはその日中が暖かすぎるから、その寒暖差によって割とストレスを与えちゃったんじゃないかなと思います。これは明らかにこの箱で生まれたミミズですね、大きさ的に。話を戻しますが、一つはね、そういう温度的な要因があると思います。で、もう一つね、乾燥もやっぱりね一つの原因だと思いました。今思い返すとっていうところもあるので、ちょっとその話をシェアしていきたいと思います。そもそもなんですけど、別の動画でも話したことありますが、ドバミミズってシマミミズと習性が違うんですね。簡単に言ったら、ドバミミズは基本的に、種類にもよりますけど、土の中に巣を作って生きる、そういう種類のミミズなんですよ。シマミミズは巣を作ったりしないし、表面とかでね密集して住んでるんですけど、ドバミミズは本来は巣を作っていきたいと。で、この箱だと土の量とかが少ないので、やっぱり物理的に巣とか作れないじゃないですか。そうするとね、その中でもこの箱の中で結構自分の心地いい場所をね探して生きてたと思うんですよ。で、こっから今思い返すとって感じなんですけど、ドバミミズがいつもいた場所って、私はいつもねこの土を慣らして段ボールを置いて、その上にこの乾燥防止とか断熱の意味でこのプチプチを置いてたんですけど、ほぼ 100% この断熱、このプチプチと段ボールの間の湿ったところか、この段ボールと土の湿ったところにいたんですよ。なんで、そのドバミミズがほとんど土の中から見えたってことは、なかったですね、私が飼育していたこの1ヶ月ぐらいは。それなんですけど、ちょっと室内に私がミミズを移したもんですから、しかも暖房がね、普段昼間、人間が起きてる時間はついてるので、その日中の時間、暖房の空気の乾燥度合いによって段ボールが結構ね、あの日開けた瞬間カピカピだったと思うんですよ。で、多分いつもいるその段ボールの場所、湿っていて居心地がいいからいたと思うんですけど、そこがね乾燥によってやられてしまって、行き場を失ったドバミミズたちが、そのまま死んじゃったんじゃないかなと、私はそんな風に仮説を立てました。こう見ると結構迫力ありますね、この大きさのシマミミズたち。そんな感じですね。なので、半分は自然というか温度的要因でね死んでしまったと言えるんですけど、もう半分はね、やっぱり私が殺したと言っても過言ではないというか、半分以上そうなんじゃないかなと今はちょっと振り返ってみて思います。でもミミズコンポストをやるっていうのは結構そういうことかなと思ってます。他のコンポストと違って、こう明らかにやっぱり命を扱うコンポストなので、今回ねミミズが大量に死んでしまったこととかは、やっぱり子供としっかりシェアして、子供はめちゃくちゃ号泣してましたけど、そういう意味でもやっぱりミミズコンポストをやるっていう意味、もちろん私が命を奪ってしまったとも言えるんですけど、こうやってミミズコンポストをね普及させていく意味っていうのはあるんじゃないかなと思いました。そんなところですかね。箱の状態もね今は結構落ち着いて、前1匹残ってたドバミミズもちょっと今見たらね、もう溶けていなくなっちゃってたんですけど、今はシマミミズだけで頑張ってますけど、この箱はねシマドバミックスっていう箱でずっと続けていこうと思いますんで、また暖かくなったらか、または庭にいるドバミミズをここに入れてね、また飼育実験してみてもいいんじゃないかなと思います。
まあ今日はそんなところじゃないでしょうか。ちょっと乾燥が怖くてね、前回水入れすぎたのでかなり湿気の多い土になってますけど、バランスとってこれからも頑張っていこうと思います。で、今日はこの段ボールをねもう1枚追加しておしまいにします。まあ湿気多いんでこれで大丈夫だと思います。ではでは皆さんお疲れ様でした。よかったらコメント残していってください。ではでは失礼します。